まだまだ喋るぜ、やっと喋れるぜ、喋らせろ喋らせろ、何の話をしてたんだい。なんかさっき DJ 社長は3分遅刻するとおしっこを飲むっていうのをやらなくちゃいけないっていう人らしいって言ってて、ってことは今日何杯飲むんだろうねっていう話を。あー、じゃあ今日はでも今日珍しく俺が先来てたっすから、ね、確かに珍しい。普通に来て普通にシャンパン飲みながら、そう普通に喋ってたっす。でも嬉しいと思う。そもそもそうやってフォイがお酒飲んでることがめちゃくちゃ珍しいです。あ、そうなんですか。あ、僕全然飲まないですよ。めっちゃ飲まないですよ。そうなんだ。もうめっちゃなんかテンション高い時しか飲まないですよ。はい、みたいな。だからもうどんだけみんなが飲んでても、あ、僕コーラでみたいな、キャバクラ行ってもコーラでみたいな。そうですよ。めちゃくちゃ珍しいです。めっちゃ飲ませちゃった。いや好きなんですよ僕。あのたしなむのは多分好きなんですよ。いや大吾さんが好き。あれ話変わってきた。好きだから、うわ、じゃあじゃあいただきます。じゃあめっちゃ好き。そうそうそう、できちゃってるやつ。そうなんですよ。じゃあ僕もいただきますか。今日は愉快なお友達をお招きしたんだね。あ、こんにちは。愉快以外何もありません。よろしくね。